昨年度消費税率の引き上げに際し、所得の低い方々に臨時福祉給付金が支給されましたが、昨年度に引き続き今年度も支給されるそうです。今日はその概要について新居浜市役所でお聞きしてみたいと思います。臨時福祉給付金について地域福祉課の米山さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、臨時福祉給付金とはどのような制度になるんでしょうか。臨時福祉給付金は消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して制度的な対応を行うまでの間、暫定的・臨時的な措置として支給されるものです。それではどのような方が支給対象となるんでしょうか。この給付金の支給に関する基準日は平成27年1月1日となっており、基準日時点で住民基本台帳に記録されている市区町村が申請先となっています。具体的には平成27年度の市民税が課税されていない方で、市民税が課税されている方の扶養親族となっている方や、生活保護制度内で対応される非保護者の方などは支給対象となりません。なお、DV 被害者の方で住民票を移さずに他の市区町村へ避難されている場合は、現在お住まいの市区町村で申請を受け付けることができる場合があります。詳しい条件等につきましては地域福祉課651237までお問い合わせください。この給付金の支給される金額はいくらになりますか。支給される金額は支給対象者1人当たり6000円です。なお、平成26年度の臨時福祉給付金には基礎年金受給者等に対する加算措置がありましたが、平成27年度については加算措置はありませんのでご注意ください。基準日より後に生まれた方や、基準日の翌日から支給決定日までの間にお亡くなりになられた方は対象となりません。児童養護施設などへ入所されているお子さんについては、施設などからの代理申請に基づいて別に支給されます。なお、この給付金は臨時特例的に行うものであり、1回限りの支給となります。それでは臨時福祉給付金について、申請方法や受け取り方法について教えてください。先ほど説明しました通り、基準日である1月1日に住民登録のある市区町村が申請先となります。新居浜市では8月末に支給対象者であると思われる方に対し臨時福祉給付金申請書を郵送しています。支給対象者とならない方には送付いたしませんのでご注意ください。申請の受付は9月1日から平成28年3月1日の6ヶ月の間受け付けます。申請にあたりましては、申請書に同封している返信用封筒を利用し、市へ郵送していただくか、市役所の窓口までお越しください。なお、市民の皆様からの申請が集中すると思われる9月1日から9月30日の間は、市役所本庁1階ロビーに特設受付を設けるようにしています。給付金は原則として申請書に記入いただいた金融機関の口座に振り込みますが、金融機関の口座を持っていないなどの事情により口座振り込みによる受給が困難である場合は、市役所の窓口での現金による受け取りも可能です。給付金の振り込み等に関しましては申請日や支給決定日によって違いますが、口座振り込みの場合は10月下旬から、現金受け取りの場合は11月中旬からを予定しています。申請書・請求書の記入方法を教えてください。はい、申請書・請求書の記入方法について説明します。申請書は裏面も記入していただく場合もあります。また誓約・同意事項につきましてもよくお読みください。はじめに1の申請受給者の欄です。ここにはすでに申請書に打ち出されている申請受給者の方の情報を記入していただくようになります。氏名、性別、生年月日はすでに打ち出されておりますので、現住所、記入日を記入していただき、押印してください。印鑑は、シャチハタ印など、浸透式の印鑑は無効となりますので、必ず主肉を使う印鑑でお願いします。なお、基準日である平成27年1月1日と現在お住まいの住所が違う場合は、1月1日時点の住所も記入してください。次に2の支給対象者の欄についてです。こちらにつきましては、
市が把握している対象となる方々につきまして、事前に印字して郵送していますので、それぞれの氏名の欄に押印してください。こちらもシャチハタ印など浸透式の印鑑は無効となりますので、必ず朱肉を使う印鑑でお願いします。なお、2の欄に押印していただいた方は、1の申請受給者の方に申請受給を委任することになりますので、ご了承ください。次に3の受け取り方法の欄です。受け取りは原則口座振込となります。まず、ご希望される受け取り方法の欄にチェックをお願いします。平成26年度に臨時福祉給付金を受け取られた方につきましては、A に口座情報を印字しております。平成26年度と同じ口座への振込を希望する場合は、A にチェックをしてください。A に口座情報の印字がない方、もしくは平成26年度とは別の口座への入金を希望する方につきましては、新規の口座による受け取りをお願いするようになりますので、B にチェックをし、1の申請受給者の口座のうち、ご希望される金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号、口座名義を記入してください。なお、口座番号は左詰めで、口座名義人の振り仮名についてはカタカナで記入してください。キャッシュカードまたは通帳等の写しを添付していただくことにより、指定された金融機関などの情報を確認します。また、例外的に現金での受け取りも可能です。その場合は C にチェックをしてください。ただし、現金での受け取りは金融機関の口座を持っていないなどの特別な事情により、口座振込による受給が困難である場合に限ります。申請書、請求書に添付するものはありますか？はい。臨時福祉給付金の申請の際には、本人確認書類と口座情報に関しての書類の写しが必要となります。ただし、受け取り方法で A を選択された方につきましては、書類の添付は不要です。まずは、受け取り口座に関しての添付資料について説明します。3で記入していただいた受け取りを希望する口座に関する資料として、銀行やゆうちょ銀行などの預貯金通帳の見開きに記載されている口座情報、またはキャッシュカードのコピーを提出していただきます。提出の際は、申請書とは別の A4 用紙にコピーし、提出してください。なお、受け取り方法で A を選択された方につきましては、書類の添付は不要です。次に、本人確認書類についてですが、申請・受給者及び支給対象者全員の身分証明書の写しを提出していただくようになっております。1の申請・受給者及び2の支給対象者の方全員分の写真付き住民基本台帳カードや運転免許証、健康保険証等のコピーを提出してください。こちらも申請書とは別の A4 サイズの用紙にコピーして提出してください。なお、こちらも受け取り方法で A を選択された方につきましては、書類の添付は不要です。臨時福祉給付金の受け取りはいつ頃になりますか？臨時福祉給付金は原則として申請書、請求書で指定された口座に振り込みます。口座振込の場合は10月下旬頃に指定口座に振り込みます。金融機関の口座を持っていない方や、金融機関から遠く離れた場所にいる方のみ現金で受け取っていただきます。この場合は11月以降の C が指定する日に C の窓口に受け取りに来ていただきます。書類の提出はどのようにすればいいですか？申請書を記入し、添付書類が整いましたら、申請書に同封している返信用封筒にて郵送するか、市役所の窓口に提出すれば申請は完了です。9月1日から9月30日の間は、市役所1階ロビーに申請受付会場を設置しておりますのでご利用ください。なお、10月1日から平成28年3月1日の間は市役所1階地域福祉課で申請を受け付けます。窓口での申請は混み合うことが予想されますので、できるだけ同封の返信用封筒で返信をお願いします。わからないことや問い合わせしたいことがあった場合は、どこに連絡すればいいですか？
ご不明なことがありましたら、制度に関するお問い合わせにつきましては、厚生労働省給付金専用ダイヤル0570-037-192、 申請方法などに関するお問い合わせは臨時福祉給付金等コールセンター 651228 に電話していただくか、市役所地域福祉課にお問い合わせください。給付金の申請で特に注意することはありますか？臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の支給を装った振り込め詐欺などにご注意ください。臨時福祉給付金の支給について申請内容に不明な点があった場合、新居浜市地域福祉課から問い合わせを行うことがあります。ですが、市民の皆さんに ATM の操作をお願いすること、支給のために手数料などの振り込みを求めること、電話で世帯構成や口座番号などの個人情報を紹介すること、ご家庭を訪問しキャッシュカードを預かることはありません。ご自宅や職場などに市や国などをかたった怪しい電話がかかってきたり、郵便物が送付されたりした場合は、市の消費生活センター651206や新居浜警察署350110までご連絡ください。この臨時福祉給付金は申請機関に申請をしていただかないと受け取ることができません。対象となる方はお忘れのないよう申請してください。臨時福祉給付金について地域福祉課の米今さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。